不機嫌なコックと題された1855年のイラスト。コック、ないし、プライベートシェフは食品の調理を担当する家事使用人。英語での家事使用人としてコックは大邸宅の台所で働く、者たちを指揮する蝶を指すこともあれば、調理もするハウスキーパーのような位置づけの低い、肉体労働としての要素が大きいものを指すこともある。 イングランドの大邸宅におけるコックは伝統的に女性であったが現代においてはコック長内市シェフは男女いずれの場合もあり得る。イギリスの上流階級では妻たちが数十名もの家事承認を監督する責任を負っていた。コックは日々の食事や献立の準備に責任を持ちパーティーなどの特別な機会の献立も整える。コックは必要な食品の発注や 台所の維持管理、出入り商人との取引の管理にも責任を持つ。コックの地位にある者は直接レディに報告し、指示を受けるか、ハウスキーパーに報告し、指示を受ける。コックは台所で働く、全員の監督をする。王女隊の場合、特に貴族や王族の宮廷では巧みに組み上げられた複雑な改装制度が存在し、その最低辺には、 キッチンボーイがおり、さらに最も大規模なところでは一層細かい階層、文化があり、その最下層はスピットボーイ、ターンブローチと称され、暑い日のそばにとどまって肉を炙りながら向きを変える務めについていた。ヘンリー・パッセイの時代のハンプトンコード宮殿には、こうした最下層の下働きだけで6人がいた。 家事使用人としてのコックの領分とハウスキーパーなり執事の領分に関わる仕事をする者たちはビットインスタッフと称されていたがその監督責任をめぐってスタッフの間でいさかいが起こることもしばしばであった家事労働者の階層秩序においてコックは徒弟修行を経てその職に就くのが通常であり多くの場合はキッチンメイドから仕事を始めていたただ ビクトリア期の中流階級でも多くは家事使用人は、せいぜい一人しか雇えなかったと言われており、常に家事使用人が組織化されていたわけではない。20世紀になって、両大戦の間に、これらの家事使用人の多くは姿を消した。ガスレンジや給湯ヒーターの登場など、家事の機械化によって、家事使用人を雇わないで家事が行われるようになったためである。中流階級さらに、 上流階級でも家事使用人のいない、家事の問題に直面することとなり、家庭内で引き受けなければならない家事労働の負担は大きくなったと言われている。現代では家事労働者を雇用する家庭はごく少数で、あるが、コックは様々な家で家事労働の経験を積んだり、料理学校で学んでいる。コックはハウスキーパーの仕事との兼務を求められることも多く。 さらに掃除や育児まで勤めることもある。コックの多くは制服を身につけている。ありがとうございます。